韓国の国防予算が前年度比 4.5% 増となり、原子力潜水艦や軽空母は多摩タイ F-35B 戦闘機の導入を検討しています。今回これ仮想敵国日本だよねってことで詳しく見ていきます。大体北朝鮮ではなかったのかな。いや、今やレッドチームに入っているし、 F-35B は日本で定期検査受けないよね。2021年8月末日に韓国政府は来年度である2022年度の軍事予算が2021年度との対比で約 4.5% 増の55兆2277億ウォン、およそ5兆3000億円になると公表し、人口ではほぼ倍の日本並みの金額になることが明らかとなった。日本はといえば、2022年度の軍事防衛予算はこれまでで最高額の前年比 2.6% 増の約5兆4800億円が予定されており、若干ではありながら韓国を上回るものの、次の2023年度には韓国に逆転されることがほぼ確実だと見さされている。ただこうした額面金額の単純な方だけではなく、実効的に物価指数等まで踏まえた見方では、すでに2018年の時点で韓国の軍事費は日本を凌駕しているとの指摘もあり、伸び率からもその傾向は続くと予想されている。前述のように韓国の総人口は2019年時点で約5171万人と日本の半分以下であるため、国民一人当たりの軍事費の額は日本を1とした場合には 2.4 と倍以上となっており、財政に占める負担の割合は日本の比ではない。戦後の日本では軍事費を対 GDP 国内総生産比で 1% 以下に収めることが不文律のようになっており、2022年度予算でも 0.97% の予定だが、韓国は優に 2% を超過する軍事費を支出している。韓国の軍事費が日本と比較して率的に高水準なのは地続きで接しており、今も厳密には休戦中で戦時体制にあると言える北朝鮮に向けた対策、そのミサイル兵器への迎撃体制の構築が筆頭にあることは事実であろう。現在の韓国の文政権は政治的には北朝鮮へ融和的であることが見て取れるが、これと同時に在韓米軍の庇護に頼らない自主防衛の軍事政策を打ち出しており、特に軍事衛星や無人機の分野で偵察能力の獲得に注力している。また近年では独島急遽収容陸艦に続き3万トンクラスの軽空母の建造を本格化させており、また潜水艦も最新の土産アンチャン補給の最終型となるバッチ3では原子力推進に意欲を見せるなど派手な動きも多い。これら韓国の軽空母計画や潜水艦の原子力推進化は地続きの北朝鮮に向けた軍備とは言い難く、韓国内の世論の趨勢からも日本に向けたものとの見方が多いが、日本の中でもむしろこうした動きを歓迎する論調も見られる。それはこうした軍備の拡張で韓国が北朝鮮を牽制できれば、日本の自衛隊や在日アメリカ軍は尖閣諸島を含む南西諸島や台湾方面への中国の進出にその力を注ぐことが可能となるとの見方だが、いかがなものだろうか。個人的にはそうした韓国が北朝鮮を抑止する機能を果たすと見るのはかなり楽観的な希望的観測であり、すでに複数の事例が発覚しているように韓国側からの軍事技術の漏洩を北朝鮮が狙っている危険な状態にも感じられる。同時期の2021年8月末にアフガニスタンからのアメリカ軍の完全撤収が行われたが、アメリカ自体が遠い地域に軍を派遣することにかつてのようには
利点を見出せなくなってきていることも事実で、中国や北朝鮮にとっては追い風かもしれない。さて、韓国や比率的にはそれにかなわないとはいえ、日本も増額を続ける軍事費だが、隣国に海洋進出を強硬に推進している中国が控えているアジア地域だから、それが世界的に見ても突出しているということは意味していない。2020年に世界的な流行りを見せ、今もデルタ株等の新種の蔓延で各国に深刻な経済的打撃を与え続けている新型コロナウイルスだが、これを原因とした不況の中でも、2020年の世界累計での軍事費も過去最高の金額に達している。この事実は、2021年2月に、イギリスの国際的なシンクタンクの一つ、国際戦略研究所が発表を行ったものであり、総論としては、中国の海軍力の増強が、世界の軍事費の増加に拍車をかけたと判断できるものだった。日本の左派などからも、新型コロナウイルスの蔓延防止を理由に、軍事費ではなく、その対策に予算を投じるべきであるとの主張が多数なされているが、軍事費の成り立つ過程そのものを理解していない、言説だと思えてくる。軍事費とは、経済的に余裕があるから、そこから逆算して捻出するような種類のものではなく、仮想敵国に対処するために必要な装備を揃えるべく、毎年の予算を積み上げて、その新規取得や維持、継続に投資をするものだろう。よって、今回の場合は新型コロナウイルスであるが、短期的に、目先の別の対処が必要になったからといって、安易に計画を変更することができる性質の予算ではないと考えるべきなのではないだろうか。近年、新型コロナウイルス以前に、世界的に経済へ多大な影響を与えた出来事としては、2008年にアメリカから発生したリーマンショックによる世界的な不況が、多くの方にとって記憶に新しいと思える。軍事に特化した世界的なシンクタンクとして、著名なストックホルム国際平和研究所の集計によれば、世界の軍事費の総合計は、2008年が約1兆6400ドルで、2009年は約1兆7500億ドル、2010年も約1兆8000億ドルとなっている。ここから見れば、世界に不況の連鎖を引き起こした2008年のリーマンショック以後も、世界の合計の軍事費は減少に転じず、むしろ堅調な伸びを続けていたと、数字上からは判断することができるだろう。実は、近年の世界の軍事費は、特定の一時期を除いては、減少を記録したことはなく、その特定の一時期とは、1991年に発生した旧ソ連の崩壊のタイミングであり、それに、ヨル米ソ冷戦の終結から、1990年代のほんの数年だけが減少に転じたに過ぎない。同様に、ストックホルム国際平和研究所の集計から見ると、中国の軍事費は2001年に日本を凌駕し、ついに2020年にはその5倍以上の金額に到達しており、中国の海軍力の増強が世界の軍事費の増加に作用したことは間違いない。しかし、2019年以降はこうした中国の軍事費の増大に対抗しようと、アメリカが再び軍拡路線に舵を切り、中国を上回る比率の軍事費の伸びを見せており、直近ではアメリカの伸びが世界を牽引しているとも言えるだろう。また、その増加したアメリカの軍事費の内容にも大きな変化が生じていると思われ、アフガニスタン等の中東の多様で常態化していた対テロ戦を意識した非対称戦から再び
中国やロシアの正規軍を標的とした装備に切り替え始めている。そうした状況下でアメリカの前トランプ政権は同盟国にも軍事費の増額を要求しており、韓国や日本には駐留するアメリカ軍の経費負担の増額、 NATO 諸国には対 GDP 比で 2% の軍事費の拠出を求めるなどの政策を進めた。2021年1月に新たに政権の座についたバイデン政権も、民主党とはいえこうしたトランプ政権の軍事的政策は引き続き実施しており、現状ではこのトレンドに変化をもたらすような事態には新型コロナウイルスへの対応も至っていない。ちなみにストックホルム国際平和研究所によれば、2020年の世界の軍事費総額は約1兆9800億ドルとされており、これは対 GDP 比では約 2.4% に相当し、日本の 1% 以下がどれだけ恵まれたものを実感させる。